あ、ここバーブイルの塔か。はい、どうも26回目やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よし、コンフィグだ。色変えてなかったから、え、合ってるね。同じところにセーブしてるから、なんかもう全、もう何が何だかわからんかった。ちょ、コンフィグで色変えるわ。ね、なんか環境汚染された池みたいな。あ、でも、あ、なんか小学校の時のなんかさ、何、排水溝、用水路掃除、なんていうの、溝、ドブ川掃除みたいな、こんな色のなんかさ、土とか出てきたよ。これにしよう。はい、見やすい、頑張る。これドアちっちゃくね、思ったけど、いや、これドアちっちゃくない？これおかしくない？これ、これみんな横になんないとさ、通れないぐらい細いんだけど。 DIY とかやったらもう腹つっかえて出れねえよ、これ。よし、じゃあこうだろ、どうせ登ります。あ、なるほど、楽できるやつ。あ、行き止まり。よしよし、宝箱もない。いやー、ちょっと待って、怪しいんだって、ここ。レイキシ、逃げっか。一瞬後ろチラって振り返るんやな、こいつら。可愛げがあるわ。よしよし、宝箱。82000ギル、どういうこと。へそくりにしては。レイキシ、フューチ、嘘つっ、うわー、もうジェットストリームアタックやん。これ全て受け入れないとダメージ受けちゃうわ。逃げろ、ゴー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 、ダッシュダッシュ、オッケー。やや、す、え、嘘嘘嘘嘘、イベント、誰こいつ。エブラのエッジ、親父はおふくろ、よかった、お前も無事だったのね。おふくろも、いや、チカ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 ーンって出てきたけど、怪しすぎん。ほら、エッジ、お前もいらっしゃい、私たちと一緒に。どこへ。地獄にさ、怖すぎるだろ。危ない。いや、明らかに怪しかったね、チカチカチカなんて。いや、もうこんな、やっば。怖い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 、誘惑で出てくるやつじゃん。ドクター一垣にやられるタイプのやつや。盗んだろ、ポーション。しょっぱいな、ポーションか。ポーションしかないんか。まあいいや、ブラッドランス効くかな。多分今ブラッドランスではない。召喚で、ちょ、ラムーでいこう。どうしまったんだい。なんでドロージョ様みたいな喋り方。殺す。お、ブラッドランス効くやん。え、やばい、これシェルだな。さばきのイカズチュー、ちっちゃいおじいちゃん。テレレレテレレレ、シェル、フォアトリーヌ、ファイラ、ファイラー。ポーション2個ずつ盗める。ポーション以外盗めねえのかな、こいつら。こんな頑張って、ポーションって右オーガだろ、オーガキラー効かね。もう一回盗んだらさ、俺だよな。エッチはすげえ泣きながら盗むことしかできねえわ。もうすげえかじれねえじゃねえかつって、まだ盗めるやん、ポーションとか。永遠にポーション盗めるんじゃないか、これね。何、あれ、両親を取り戻した。いや、元から両親やん。何言うてんこいつら。いや、ごめん、痛そう。ごめん、さばきの、ごめん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 、やりすぎたやりすぎた、謝るー謝るー。それは危ね。え、違う、わしの話を聞け。いや、聞いてあげて、回復せんで。
我々はもう人ではない。待ってるから。生きていてはいけない存在なのだ。まあ人としてはもう生きれねえな。でお父さんはなんかデッドアリーマーみたいになっちゃってさ、お母さんのはもうなんか自然現象みたいになっちゃってるもん。この意識のあるうちに我はここを去らねばならん。あとを頼んだぞエッジ。やだ、いや、いっちゃやだ。急に子供っぽくなったな。え？さよなら、エッジ。今日経験値。え、なんで急にモールス信号？もう悲しいんやけど。え、なんでこんな暗い話なの？ FF4 って。うおー、どちくしょうどもやないか。うわ、来たな。あれ、なんだっけこいつ。ルビカンテ。勝手な真似をしよって。あー、マジであいつじゃん。そのヒレは詫びよう。ああ。私は他の奴らと違って正々堂々と戦いたいのだ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。私はお前のように勇気あるものが好きだ。しかしそういった感情に振り回される人間では完全な強さには手に入らん。永遠にな。見せてやるぜ。怒りがエッジの眠っていた力を引き起こした。スイート雷神を覚えた。ほう、怒りというものは人間を強くするか。だが私は炎のマントは霊気すら受け付けるぞ。なんだそれと、玉ざらしみたいな。マジかよ。ちょい、あ、え、帰っていいんすか俺。あ、なるほど、正々堂々やから先にあらかじめ準備しててもいいってこと。マージ。よっしゃ、じゃあ行くか。回復はされてるな。よっしゃ。なんだよ俺と返せ。エーテル4個。え、早速おみ足を見せてくれるんですか、その綺麗なさ。盗みます。戦います。モンスター見つかった。なんでダメージ1食らうんだよ。モンスターっていい扱いなの、ルビカンテ。効くかな。ファイラ、ファイラ。うわ、ちょっと食らうやん。高島屋帰る。逆効かない、大丈夫。ははは、どう、なめくさっとらん。あ、体を出してるときは火炎竜やってくれるってこと。パッポンパッポンパッポン。ポーション盗んだわ。でポーションしか盗めないんだ。やばい、これまずいんじゃないか。ファイラ、もうスイートやるしかないだろ。でもうー、間に合うか。うわ、どうやって突破したらいいのこれ。うわー、フェニックスので自分を、よし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 、ジャンプジャンプジャンプ、逃げろ逃げろ。エッジは、は、うぐっ、手裏剣あったやろ。武器投げれるんか。そういえばめっちゃあるやん。そんな利用あったとは聞いとらんかった今。ビビった。はい、パッポンパン。やばいやばい、火炎竜来る、火炎竜。何もせんかったら
何もされないことある。いや、もう芝で行こう。勢い任せの芝降臨。うわぁ、レイズレイズ。これ一時的にどうなる。あれ、自分にブリザラしてきた。何、あ、レイズ間違えただろ俺。あ、オッケーオッケー、成功してる。オッケーオッケー。くっそが、いてんだよ。なんであいつ自分にブリザラやってきたの。おかしくなっちゃったよ。あ、何、黒桃太郎みたいな感じか。覚えたせよ、前の攻撃みたいな声知らんわ。よし、これシェルでなんとかなる問題じゃないな。あ、これ普通の攻撃ダメ説ある。あ、ブリザラってあれか、未来のブリザラか。え、誰のブリザラ。いやいや、そんなことはない、使ってなかったもんな。あー、火炎竜やめて。火炎竜突破の仕方わかんないわ。ファイラー、カウンターファイラーやってないで。こん時は効かないのかな。こん時は魔法が効かないのね。火炎竜ってどうやって対処したらいいのか分かんないな。ちょっと高島屋だけ食らいすぎる。待て待て、落ち着け。待ちだろ、とりあえずブリザラぶっかんできるわ。グゴゴゴゴ、はあ、使えないわ。いやー、辛すぎるやろこれ。何が成功法か分かんない。吹雪、もうやられてくれませんか、ブリザラ。何しのこいつ、たまにブリザラおかしなことやるよね。自分であれか、魔法に包まれて。じゃあなんで食らうんだ、もうよくわかんないよこいつの存在。やーばい、あれ、はい、やばいやばいやばい。朝倉はもうどうせ俺の回復でカバウでなんとなると信じて。カインリュー、あ、そっか、全体攻撃やっちゃった。回復したらいいのか。嘘嘘だ、マジ。ちょっと待って、カインリューで必ず一人死ぬ。今夜12時、未来が死ぬ。は何もできないから、殴りはできるんだよな。パッ、殴れるからここで殴ろう。魔法パートと攻撃パートに分かれてんな、物理パートというか。手裏剣使うぞ俺は。やばいやばい、痛えマジで。投げすぎや、一回の投擲でやっちゃう。これで戻ることをさ信じて、戻ること信じて、戻れ。戻らねえこいつ、芝読み。よし、
これは無理だな。戦おう。火炎竜が来る前に多分ダメージ、一定ダメージ与えるとかじゃないか。オッケー、戻ってきた。ああそういうことだ。火炎竜になる前に戻るんだ。ズゴーズゴゴゴズゴゴゴって戻らん。高島屋だけめっちゃ食らうな。戻れ戻れ、早く戻れよ。え、そういうことじゃない。一回火炎竜打たないと絶対戻らないもん。ひどすぎるわそれは。火炎竜耐えろ。うわー、よっしゃ、ここは私の負けだが、いつの日か必ず蘇る。さらば。ルビカンってめちゃくちゃかっこいいんだけど、武人って感じがするな。なんでお前ブリザラ食らってた。やったー、ちょっとあれだな、完全な勝利ではないかもしれんからあれだけど、勝ちは勝ちなのよ。よしよしよし、勝った音楽がないとな、不安になるなマジで。俺と未来ちゃんと朝倉とキャルだ、覚えた。ミニマム、ミニマムいる。よしよし、まあいいや。そうか、その手があったか。弱いものでも力を合わせるという手が見事だ。ゴルベーザ様を手を焼かれたわけだ。お前たちは立派な戦士だった。さらばだ。あ、終わり。お前らはなんかややこしいことしないか。お前はさ、お前はやらないよな、何も。親父、おふくろ、敵を撃ったぜ。バカー、アホ、アホっぽいやつ来たな。何お前ら。 G、 みんなもわしらも戦いますじゃ。ルビカンテイズコーニー、終わった終わったわ、もうすんだぜ。しかしゴルベーザってのは高島屋、高島屋って呼んじゃった。クリスタルを集め月行こうと企むルビカンテを愛せるものだ。ナノ月さんか、なんでまだ。いやー、全てはそいつの許せない。若には城の再建が、世界が危ねえんだ。こっから先は俺に任せな。皆の衆帰るぞ。はっ、若様ご分を。あいよ、頑張るっていうもんよな。よし頑張るぜエッチ。いや、エッチだったものとなるかな。ゴルベーザーぶっ倒しに行くか。クリスタル取り戻すの最高ぜ。完全にエッジが仲間になったと言える。めっちゃある、落とし合うな。おい、ダッサ。いた、いやいや、雑魚。地底の方も落とされた。宝箱あるよ。ハイポーション、ハイポ、ハイポ、どっち、小部屋っぽいな。よしよし、って小部屋かこれ、大部屋じゃねえか。これはいいんだよ、俺たち使った方がこいつたちもな。いけんのかこれ、行っていいのかこれ。俺は気に入ったぜ。よっしゃ、名付けてファルコンってのはどうだ。待ってく、急ごう、脱出でファルコン発進。無理やり気に入らせようとしている。行くしかねえぞ。え、行けんのこれ、これ大丈夫、これ大丈夫な音なの。本当か、信じてるぞエブラーナの王子よ。バブイルの塔すごかったな、めちゃくちゃ重要じゃった。よしよし、あ、とりあえず、まあ、ここだろ、ドワーフの街だろと行きたいとこだが、まあ、時間も時間なんでね。めっちゃお金あるな。ここいらで、ここいらの塔で終わりたいと思います。いや、次回でも目的がなくなっちゃったな。もう一回バブル行くわけにも関しな、まあ、どうなんだろうな、全然わかんない。まあそんな感じです。まあダラダラしましょう。じゃあ終わります。お疲れ様です。バイバイ。